ソウルの広尾通り、元気な若者たちといつも混んでいます。ここはそんなことを感じられる場所です。韓国の首都ソウルの活気、広尾通り周辺近くに大学がたくさんあるので、若い大学生たちと広尾通り沿い衣料品店がたくさんあります。様々な価格の衣類を展示する、特に若者に好まれます。周囲の建物も美しく、周りを見渡す訪問者たちと様々な衣類が展示されています。そして彼らはそれを買いたいと思っています。時々移動すると広田の路上で広尾通りマスコットスタッフ、多くの観光客を案内する。ソウルの広尾通り、若者が最も集まる熱い場所です。若者が好む娯楽施設や飲食店が充実、とてもビジネス施設が発達している江南地域やヨイド地域とは異なり、広尾通りは主に娯楽施設で構成されているのが特徴です。特に韓国特有の様々な特色を発揮、若者向けの施設がここに集中しています。若者が好むトレンドをいち早く反映しているため、ソウルの最新トレンドを簡単に知ることができます。